助かるんですけどね。やばいっていう時はありますからね。あ、これ打たれっかもって思うこともありますけど、そこはプラスに考えながら。で、飲まれきっちゃうってことはないんですか？ピンチの場面、負けてる場面とか、ピンチの場面にしても、その相手なり、流れなりに飲まれてしまうってことはないですか？飲まれか、ね、やばいなと思うことあるとおっしゃいましたけども、あ、まあ、あります、あ飲りまます。れできることはない。も、飲まれるときは、飲まれそうと思っても、いや、もう私はここまでやってきたと。自信、とにかくもう、なんだろう、思い込む。私、世界一のピッチャーって勝手に思い込んで、絶対打たれないっていう、なんか暗示を勝手にかけて、いいなっていうのが思いました。それだけでも強気でいけると思います。だって上がれって思って、もう上がれって思いながら投げてた頃ありますもん。もう、なるほど、これやばい。もうキャッチャーがいきなり来て、ボール上がってないんだけど練習してたのって言われたことがあるんです、試合中。もう試合でこのリリーフで大変なこの時に、ごめんなさいって言いながら、もう上がれって思いながら投げてましたもん。本当に。でもそれでも上がるんだなと思って。そういう、やっぱり自己暗示っていうのも大事だなと。そういう。そこでもなんか、もうダメだって思うより、私のピッチャー、こんなバッターなんか全然平気。野手も絶対取ってくれるっていう、な、思い込めばなるなと。それが勝つと思う。以前に宇津木監督のお話を聞かせていただいたことがあって、宇津木監督が言ってたのが、私が、いや、この子たちいけるっていう顔をしてると、選手たちはやれるって、選手たちが感じるんですって、選手たちから言われたらしいんですけど、なんか宇津木監督がいけるっていうか、いけそうな顔してたから、いけると思ってやりましたみたいな。やっぱ監督以下全員ですね、できるっていう、自己暗示というか、もう度胸というか、もうその技術から離れた、次元だと思うんですけど、そういう、監督が全然大丈夫っていう顔をして、だからいけるような気がしたとかっていうような感覚はありますか？あります。本当に、もう監督はもう堂々としてて、あ、いけるんだ、大丈夫なんじゃないっていうのは感じますし、だ自分それを見習ってじゃないですけど、やっぱ自分がやっぱりピンチだって思って、顔に出しちゃうと、いや、やばい、打たれたっていう顔をすると、周りの野手がもうどうにもなんなくなるんですよ。おっしゃるので、だから私は表情を変えないように、打たれようが、ファーボール、三振取ろうが、何しようが、無表情で投げるっていう、感情を出さないっていうピッチングスタイルになったんですけど、本当監督、両監督見てても、監督がドーンと、宇津木監督で結構そのままドーンとして、余裕だよ、大丈夫だよ、みたいな感じでやってくださってると、もう安心かというふうにみんな、リラックスしてやってる気がします。それは思います。言われるのはそうかなと。自分たちも感じます、それは。監督っていうか、やっぱそのトップの人、その監督とかそういう指導してくださる方が、ぶれないで、どんどん構えてるっていうのが、一番ですよね。されると思います。特にチームプレーは特に監督ありきなので、監督の指示があるからと思うんですけど。逆にその、ね、負けてる場面でのリリースはで、もう完全に空気変えなきゃいけないじゃないですか。でもね、じいさんがうわーっていうイメージじゃないんですけど。うおーって投げてますよ。感情が見えないから分かんないんですよ、私。そう、だから、見せないようにしますから。見せるようにしてるでしょ？そうです、そうです。でも空気を変えなきゃいけないとも思ってるわけですよね。負けてるか、もう、ね、変えなきゃいけないって時に、でも出さないようにしてる。そこはそこは？顔は出さないですよ。顔は出さないですよ。たま顔に出はす。出さないですけど、投げてる雰囲気が異常じゃないですから。なんだろう、獲物を捕らえるような感じでいきますから、要は、獲物をうえって捕らえに行くような感じでいってるから、多分周りからしてみれば、やべえって思う雰囲気は、多分この人、変
わっていくのかもしれないです。なるほど、なるほど。逆に多分あの勝ってる時の方がフォワーって投げてると思います。ゆったり。多分そうだと思います。フォワーって見えるかもしれないです。殺気立ってないんじゃないですか、もしかしたら。どんな気がする。もうどっちかが。逆転されたらみたいな怖さはないんですか。うん、いやそんな思ってたらあのリリーフできない。思わない絶対それは。うん。ランナー背負って投げるのは、まあ、タイブレイクとかもありますけど。あ、そうそう、うん。タイブレイク結構好きだったんで。おお。あれもやっぱりやり方次第でゲッツー取ったりとかもめちゃめちゃ面白いんですよ。え、タイブレイクは、うん、今は、何アウト何でか始まるんですか。いやいや、あのノーアウト2塁からですよ。ノーアウト2塁から。ノーアウト2塁でゲッツーってどうあったんですか。あのバントしてフライ上げてるんですよ。でセカンド投げてもうバントしたから走っちゃう時もある、うん、フライセカンド投げてアウトした。ゲッツー、え、バントでフライなんかどうやってやるんですか。だからライズボールだから上がるんですって。わざとバントさせてバントフライ上がさせるんですよ、ライズで。面白いんですよ。そういうのが結構多いんですよ、ソフトは。そうなんですよ。やべやべ、感動して涙出そう。だからそう、だからそれが面白いんですよ。ゲッツーチーム盛り上がって、みんな次同じようにやらないようにバンバン打ったりとかするし、それが抑えられなければもう点が入っちゃうわけじゃないですか。だからプレッシャーになっちゃうし、バッターも。だから駆け引きが面白いタイブレイクってあるんです。私はもうそのタイブレイクも勝ち負けどうこうよりも楽しいじゃん。フライ上げさせたりっていうのもあるし、逆にやっちゃったと思ってアウト3塁になっちゃったみたいなのもあるし、まあね、そしたら外野1本フライ打たれたらタッチアップでとかありますけど、でもそれもまた楽しいと思いますよ、見ててもやってても、うん、やっ試合とかそのわけわかんない緊張感が楽しいわけじゃないですか。ワクワク感じゃないですか。緊張感っていうのはワクワク感じゃないですか、うん、と思うんですよ。だから私はその、うん、そのハラハラしてるところがちょっと好きなわけです。あ、いや、東京オリンピック面白そうですね。フライ上げさせたら箱のことだって思うじゃないですか、はい。これかっていう。これか。なるほど。面白いですよ、だから。想像を超えて今日面白い。いえいえ。